佐野元春のノンダメージ、あれ映画として公開されてましたけど、一般配給の映画とはちょっと違うような感じなんですよね。イオンシネマオリジナルなのかな、劇場で新しい映画館で新しい体験ができるという、なんかそんなような特別シリーズみたいで、まあレイトショーモーニングの割引はないですね。まあ特別上映みたいな、そんな扱いで、期間はもう1ヶ月もない。その期間でいろいろなテーマで、映画館で体験ができる。そういう特集をなんか続けていくみたいですね。今だと、佐野元春のノーダメージ。まあ、特別に作ったというよりかは、昔、放映した映画がなんか出てきた。そういう感じなんですけど、そういう特別なものが、を見ることができる。入場料高かったんですよね。2000円なんですよね。割引一切なし。普通の映画1800円ですけど、プラス2000円。もちろん 3P とかないですよ。朝行ったって割引かれない。一緒に小人図鑑っていうのもやってましたね。まあそれもなんか見てみたいですけど、これは、ちょっと安め。1300円でしたね。1300円で見ることができる。それもレイトショーモーニングでの割引はないですね。あと、なんか、これからいろいろあるみたいですね。プロレスとか。プロレスのツアー、それのドキュメンタリーみたいな映画で、プロレス会場に行かなくても、プロレスを楽しむことができる。そういうコンセプトでやってるみたいですね。あと、まあ、またコンサート系で、何のコンサートかわからないんだけど、なんかフェスティバル系でみんなが集まってる。さ、チラッと見えたの、ブルーハーツってかな、ブルーハーツ、渡辺美里、佐野元春、まあそこら辺の80年代のアーティストがなんか雨の中で最悪なコンサートみたいな感じでやってた。それがなんか、今度流れるんだろう。イオンシネマでやるみたいですね。それインターネットとか DVD とかセルビデオ、そういうものでは販売しない。もう劇場でしか見れない。そういう風に言ってますね。まあ、ちゃんと守ってほしいですけどね。まあ、あと何年か経った、どさくさ紛れで DVD が出た。そうするとちょっと、腹が立つって感じもしますけど、まあ、どうすればいいのかな？完全破棄しちゃうのがいいのかな？でも私、まあちょっと脱線してますからやめますよ。だからそのイオンシネマ、最近新しいシリーズの、その映画館のスタイルを使った映画じゃない映像コンテンツ。そういうのがどんどん楽しめるみたいですね。まあ最近映画館行かずにレンタルビデオを見ればいい。そんな感じで下火になってるから、新しい領域を開拓してるのかな。そんな感じがしますね。まあ映画館行く楽しみ、増えるんじゃないかなと思いますね。あとはその、こういうコンセプトでいろいろなコンサート。ミュージシャンのコンサートとかってみんな行けるわけじゃないんですよ。主要都市、名古屋とか、東京とか、まあ、大阪とか、そういう主要都市でしかやらない。だから行けることないから、まあ映画館でコンサートの体験をできる。2000円、まあ映画よりちょっと高いお金を払えばできる。そんな機会も用意してもらいたいですね。映画、プロレス、演劇、いろいろ、地方の人、見に行けないもの多いんですよ。まあそういうのを、高音質 5.1 チャンネルの音声で収録して、まあ 4K2K でも今いいのかな。それで収録して、それで映画館で流す。非常にいいのかなと思いますね。まあ、家でビデオを見る。爆音とかで聞けないですからね。まあ、どんどんやってほしいですね。コンサートとか。クラシックコンサートとかいいんじゃないですかね。まあ、スクリーンで完璧な音響で聞ける。2000円か3000円ぐらいの入場料で。非常にいい試みなのかなと思いますね。まあ、どんどんやってほしいですね。